はい、本日はですね、こちらに並んでる黒だけの防水スニーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、1,2,3,4,5 足ね並んでるんですけども、これ全部防水スニーカーでございます。でメンズってね、こういったアウトドアする時とかこういう格好しますよね。でその時にどういうスニーカー履いていこうかなとかね、どういうのええかな、あでも雨降ったあかんな、アウトドアやったら水回りあかんなっていう時にね、これは全部選択肢として入れれますので、今回ご紹介していこうと思います。本日の流れとしてはですね、まずは一足それぞれの特徴というか、これこういう時に良かったですよとか、僕が履いてみてね、これこの辺良かったですよなんていう話をねさせていただこうと思いますので、まずは一番最初、こちらホカオネオネからいきたいなと思います。でこちらのホカオネオネはね、チャレンジャーロー GTX っていう名前で、2020年かなんかに出たゴアテックスのね、スニーカーなんですよ。でホカオネオネってね、結構履き心地がいい言うてたんやけども、ゴアテックスで出てたんて多分これが一番最初なんかな、わからんねんけど、ちょっと履いてみましょうか。はい、とまあいかがでしょうか。こんな感じでね履いてみると、アウトドア、今みたいなこうやってアウトドアテイストの服装にももちろん合うし、ちょっとオーバーサイズのパンツとかでダボっと履いてもね、ちょっとトレンドっぽい感じにもなってくるやろし、あとショーツとかでもね全然これっていけると思うんですよね。こんな感じとかで合わせちゃったらね全然いけるかなと思うんですけども、これのね履き心地はね、とにかく何っていうと、めちゃくちゃ履きやすいんですよ。こう長時間履いててもね、こうギュッて締め付けられてる感がなくて、程よいこう余裕がね中にあるんですよね。だから若干こうなんていうの、隙間というか余裕はあって、人によったら安心せえへんっていう人もいてるかもしれんけども、僕は個人的にね結構余裕がある方が好きなんで、これは結構ヘビーローテーションで、ね、履いてたんですが、まず1足目はこちらゴアテックスの、ホカオネオネチャレンジャーロー GTX ですね。そして次行きましょう。次がちょっとイメージ変えて、これ行きますか。僕が今一番気に入ってると言っても過言じゃない、このエコーというね、ブランドの、どこやったかな、スウェーデンがなんか忘れたんですけど、結構スタイリッシュなスニーカーで、もともとゴルフのねブランドやったらしいんですよ。ゴルフのウェアとかゴルフのそのシューズとか作ってる、ウェアかシューズか分からんけど作ってるブランドやって、これもね防水なんです。だから雨の日とかに履けるんで、どっちかというとこういった綺麗めな感じのテイストでも今から履きますけど、合うんですよ。合うんかいと、それ合うんかいって感じじゃないけど合いますし、それがでもスラックスとかちょっと大人っぽい服装でも合うんでね、ちょっと一回履いてみましょう。なんかこれ似合ってるか似合ってんか分からんけど、ちょっと一回ちょっと履きますね。はい、とまあこれいかがでしょうか。これはこれでありでしょう。こう細身なパンツ履いてて、こういったねスニーカー合わせていくっていうの全然ありかなと思うんですけども、もう街中で履くとかもこれやったら合うんですよ。だから一番公共、今日紹介する中では街用に近いというかね、こう大人っぽい感じでね履けるっていうのがね、このエコのスニーカーです。でしかもこの見た目やのに防水で本革なんですよ。唯一これ本革なんやけどもね、履けば履くほどこうどんどんシワが出てきたり馴染んでくるんで、めちゃくちゃ履きやすくて、バンズよりもちょっと履き心地がいいっていうかね、コンバースよりも全然履き心地いいし、形的にはあれに似てますよね、アディダスのスーパースターみたいな形にちょっと似てるんやけども、僕スーパースター履いたことないからね、スーパースターやったっけ、なんか忘れたけど、それ履いたことないからどんなんか分からんねんけども、履き心地にしてはまあまあいいですね。他はねほどじゃないけど、まあまあいいという感じですね。そしてね次行きたいのがですね、2021年モデルの他をね行きましょう。さっきの一番最初のやつの次の年に出たね、ゴアテックスモデルということで、こちらのモデルは結構登山っぽいというかね、山っぽいとかギアっぽい感じはあるので、今してるようなこうやってベストとかキャンプとかアウトダウンにはもうバッチリ合うんやけども、街中でって言われたらちょっとどうなんかっていうところもあるんですけどもね、履いていきたいなと思います。でこうやってね履いてみるじゃないですか。面白いもんでね、さっき履いたホカオネオネと履き心地若干違うんですよ。こっちの方がもう よりギュッとこう締まってる感じ、ちょっとスポーティーな感じというか、遊びがないんですよね。ギュッて締まってて、まあ、その分中クッションがあるから履き心地はええんやけども、しっかりこうホールドされてる感っていうのはね、こっちの方があるんですよ。だから激しい運動するとか、こう地面がちょっと悪いなっていう時なんかはね、こっちの方がいいんですけど、これはカーハーローって名前でしたけどね、こっちの方が合わせやすいかなと思いますし、履き心地もねいいかなと思います。このスタイルもうバッチリですよね。この今の格好にこれで合わせるっていうのはもう一番ねいいスタイルかなと思うんですけども、まあ、こんな感じで、合わすことができるというのが、他をねねスニーカーですね。僕も一時はよく履いてたんですけど、最近はね、さっき紹介したエコーの方ばっかり履いてるからあんま履いてませんけども、これもねいいスニーカーかなと思います。そしてですね、次ご紹介するのがこちら、あのバンズの防水スニーカー、バンズ防水スニーカーあるんですかと、見た目ほぼ一緒じゃないですかって感じなんですけども、見た目ねこれ
これよくあるスニーカーのバンズのオーセンティックという形やねんけども、それの大体倍ぐらいする、値段的には倍ぐらいする。普通って多分7000円とかぐらいで買えるんやけども、これはね1万5000円ぐらいしたんかな、ちょっと忘れたんですけど、バンズの、防水スニーカーですね。でこれも履いてみていきたいなと思うんですけど、もうこれのええとこはね、パッて見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ合わせやすい。どのパンツでどんな格好しても絶対合うんですよ。だから、まあ、困った時はこれ履いとけっていうぐらい合わせやすいんですけど、まあ、その反面この一番全部紹介した中で一番履き心地は低いんですね。低いというかちょっと悪いというか、あーローテクスニーカー履いてるなーいうような感じなんですけどもね、まあ、コーデとかでちょっと迷って、まずはこのベスト着たいとか言って着ていくじゃないですか、まあ、最終的に足何しようと思った時、あもうバンズあるからバンズ履いとけっていうことでね、これ履いとけ済むんですけど、これも一応防水なんで安心して、梅雨の時期とかアウトドアとかでも履けるというようなねスニーカーになっております。ただなんか横の部分とかね割れてきたりするんですけど、これはねバンズ特有の弱さやなと思ってね、すぐ結構劣化してボロボロになりやすいんで、費用対効果的にはねあんまええもんじゃないんやけども、どっちかって言ったら3万円ぐらいする他おねの方がこう持ちがいいので、費用対効果コスパとしてはそっちの方が良さそうに感じるんやけども、まあこれはこれでね合わせやすいっていうところでいいんじゃないかなというようなスニーカーです。そして一番最後何かというと、その他おねおねの一番新しい最新モデル、これ名前忘れたけどなんか言ってましたね。でこれに関しては見た目的には2020年に出たチャレンジャーロー GTX ほどシンプルではないけど、2021年のカーハーローほどごちゃごちゃしないっていう、まあ、ちょうど中間的な、ね、ラインかなと思いますが、これもね一回履いてみましょう。はい、とまあいかがでしょうか。もう履き心地はもう抜群にいいですね。めちゃくちゃいい。やっぱりさっきバンズ履いた後やから余計良さ感じるんやけども、これ履いてたらもう2時間でも3時間でも歩けるよと。でこれで足疲れるんやったらよっぽど筋肉ないんやでって思わせられるぐらいね、もう最高の多分シューズやと思います、このホカオネのあのゴアテックスシリーズはね、っていうぐらい、まあ、困ったら履いときゃええやろうというようなねスニーカーになっております。ただ見た目的にねこう街中で履くとかってなってきたら全然いけるんやけど、綺麗めな感じではないからね、まあ、この辺はちょっと服装選ぶときは選ぶんやけども、まあとは言いながらこんだけ履き心地よくてどんな天気でも履けてどんな場所岩でも履けるって考えたらね、これは3万しても納得やなって思うようなねスニーカーかなと思います。はい、ということでね以上僕の、黒の防水スニーカーをね紹介5つさせてもらったんですけど、やっぱアウトドアで履くってなったらねこの一番最新モデルのホカオネオネがいいかなとかって思うし、いや街中でちょっともう履きたいなっていう時はねもう最近こればっかり履いててエコのスニーカーばっかり履いてるんやけども、ちょっとでも安く買いたいなっていう方なんかはね、この一昨年前のカーハーローとかちょっと値段確か安かったような気がするんですよね。チャレンジャーローかね、この辺ちょっと安くなってるはずやと思うんで、それは下の動画説明欄に貼ってるんですけど、もしよかったらね見てもらえたらなと思いますが、このバンズに関してはね合わせやすいのいいんやけども多分もう売ってないんですよね。だからまあこれに関しては、まあ、こういった防水スニーカー今バンズからも出てるらしいんですよ。これと全く同じではないんやけども若干違うテイストのやつも出てるらしいので、まあ、そういったところでね狙っていくのがいいじゃないかなということで、本日はですね僕が持っている防水スニーカー黒シューズを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。